こんにちは、チョメです。ブラインファインドっていうゲームやっていきます。見つける必要があるアイテムはここに表示される。探すゲームかな。本当に可愛いです。CM を見たら、なんか電球がプラス1もらえたわ。これはどうすればいいんだ？バツで閉じればよかったのか。組み合わせて作ろう。これ探し物ゲームだよね、でも。当たった。何楽勝だね。左下のスキップは何なんだ。ここをタップすればヒントがもらえる。わかったよ。スイカットを表す。いや、どういうこと？みかんないんだ。みかんないよ。ヒントもらうか。あ、映すとわかるよ。だからこうやって乗っけるってことか。ね、スイカを乗っけて、みかんがいましたみたいな感じ。これ×で取れるんじゃなくて左下のスキップでいいのか。これ左右反対にすればいいんじゃない？これ携帯ずらしたらいたわ。いや、なんかシンプルでできて楽しいんじゃね？これ。あ、ちょっと待って。よう見るよ。真ん中入ってる。一番右。はい、オッケー。え、なんで？え、嘘、嘘。入ってたじゃん。お前、鼻とか言うなよ。鼻じゃねえか。面白かったな。よしとしよう。よ、受けたな、今。お花咲かすんじゃないこれ。多分。はい。お日様。ん、まだなんか足りない？肥料が足りないのか。面白いね、これ。ヒント見とけばよかったかな、実況者的に。ちょっと待って、真ん中、右。真ん中、右。また引っ掛けだろ、絶対。一番右のカップをあげる。そのままだったな。私知ってたよ、これ。良い視力。ただ普通に、真面目の話、このゲームを採点すれば何点だと思う？いや、これ100にしとったほら、グッドになるからか。なるほどな。面白いな、これ。いや、普通に面白い、このゲーム。単純に。やってよかった。レビューはまあ、後で書こうか。お金入れる？これ。あ、いやいや、お金は割ればいいのかなんか。ハンマーとか。あ、ヒントも使えなくなっちゃったじゃん。あんな変なところで使うんじゃなかったわ。ゼロになっちゃったよ。振ってみるか。逆さまにしてみる。なんか右上になんかヒントマークみたいなのが出てるんだけど。これ回復するのかなこれ。一周したら。いや、回復しなかった。あれ、動画見れば OK みたいな感じなのか。ブブブ。あ、ちょっと待って、豚の貯金箱を動かせるんだけど。あ、割るってことか。上に上げて割ったらお金が出てきた。いや、なんか割るの嫌だったな、今。豚ちゃん可愛かったしな。何これ。釘がなんか刺さってないか見るのか。なんか新鮮で面白くね、このゲーム。面白いよね。いや、ちょっとみんなやってみて。しかもさ、CM 特にないよ。右下のさ、電球マークをタップしたらさ、なんて言うんだろう、CM 見ないといけなかったんだけど。サクサクできる。二つの異なる場所を見つけましょう。まずこれでしょ。あとは手が、あれか。OK。視力とか。これでも最終的にみんな同じようになるんじゃないの？彼氏は美しい女性を見るのが好きです。美しい女性。怒ってる。パンツが見たいだけな。あ、ハート割るのか。だから結局的に。太陽。太陽が動かせるんだけど。溶けてハートになったってことか。化粧が溶けたってこと？どうなんだろうね。わかんないけど、そんな感じなんだろうな。電話のパスワードは何ですか？ちょっとわかんないよね、これ。適当に押してもダメだよな。どっかにあるのかな、これ。あ、あと8ステージで解放されるみたいな感じのやつになってるけどさ。皆さんわかります？この電話のパスワード。あ、手が伸びた。何これ？あ、指紋認証ってことか。OK。で、これで出てきたってことか。パスワードしなくても、指紋認証でも、ね、入れたみたいな感じでしたね。ダイヤモンドはどこ？これまた落とすんじゃないの？あ、いや、落ちなかった、今回は。なんかどっか、あはは、いた、開いた、開いた。これ、手でね、上と下で引き離したみたいな感じにやりました。かわいい雪だるま。なんか嫌な予感がする。マッチを取り出してやるみたいな感じかな。いや、これ取れたんだけど。これでシッシッシッってやるのかな？なんか火をつけるんだよね、多分。広告見ました。で、このヒントマークが出たので見ます。雪だるまの花はトンガラシだ。そのトンガラシを女の子に渡す。さっきは、ああ、なるほど。手に渡せばいいのか。で、火が出るってことか。止めないといけなかったのか。その発想はなかったな。バカをいじめます。今すぐ、エイプリルフール。何？いきなり始まっちゃったんだけど。音がちょっとでかいかもしんない。1。ゲームのやりすぎは健康に悪い。あ、取ってやるか。あー、ダメ、コンセント抜いてやる。怒られちゃった。チームメイトに悪いことをしたね。突然違うゲームが始まって、しかもさ、広告が流れるようになってきた。これケーキ破壊。あ、落とすってことか。なんかかわいそうだな。
これ早送りしてもほら、あでも彼に美人を見せない、どうやるんだろう、電気消した、見えなくなっちゃったよあテレビはあるのかな、わかんないな全然ダメだ違う番組になったんだけどこれを見せるのか、ブーってなってるけど、で消して、あこれで OK なのか、あなんかよくわかんなかったけどな、今回のは読書の邪魔をして電球取ればいいんじゃないの、いやここまでしか取れないのか、いやタップしたら取れた、ちょっと他のゲームやりたいんですけどこれもういいんですけど、さっきのが面白かったんですけど、これどうすればいいんだろうホームに戻るってことこれ、あでもそれをやるってことか、今16までやったよな、右、あ他のタイトルっていうかホリデースペシャルとか激ムズ特集とかなんかいろいろあるよ、あ解放されたらいろんなのができるようになるみたいな感じか、でこの今やってたのがこのホリデーシーズンのエイプリルフールですね、だから私が勝手にこっちの方をやっちゃったみたいな感じなのか、じゃあちょっと16戻るか、普通のステージにね、この綺麗な笑顔を見せてっていうのこっちの方が楽しいからな普通にうん、あーこの右上のやつ笑顔にして開けた、手でタップして、まあ、こんな感じにねどんどんいろいろ4ステージで解放っていうのはこのホリデースペシャルのやつだったね、だからこれ精神力が55に達成した後ロックを解除でなんかお宝みたいなやつとかもいろいろできるようになるのか、おこれ楽しいね、いろいろできるようになってね、このエピリルフラもこれだっていっぱいあるんだけど、これはちょっとこのおじさんがさかわいそうだからさ、ちょっとやらないとも他のゲームも遊んでみようって、何このゲーム会社の他のゲームがいっぱいありますよみたいな感じか、なんか楽しそうなゲーム いろいろ出してるね、ちょっとみんな調べてからさやってみるのも面白いかもしんない、でこれはあ私のブレインファインドのレベルとかそんな感じになってる、右上がショップとかでレビューとかフィードバックシェアとか購入優先とかで、ログインボーナスみたいなのもあるってことか、なるほどな、キャンディーはどこ、キャンディーここにあるんだけど取れないね、あこれ空気入れればいいってことか、ここに置いてシュッシュッシュッって割ってキャンディーを出すと、いいね、こっちは CM が全然なくて快適だ、猫と遊ぼうかわいいなこれね、あなんか移動できそう、なんか隠してるぞこいつ、で毛糸みたいなの隠してる、ちょっとダメ、あー取れた猫頑張って持ち上げたら取れたよ、いや楽しいね、あでこれでなんて言うんだろう、他のタイトルじゃないよ、間違えちゃった、これかホリデースペシャルの新年っていうのが解放されたってことか、ちょっと一回遊んでみるか、割り込み禁止この割り込んでるやつをどうにかするってことか、ほら虫やででクリアみたいな感じか、なるほどな、こういうのちょっと面白いね、じゃあちょっとまたホームに戻ってこっちをやっていくか、これ何ステージぐらいあるんだろう、かなりあるよこれいっぱいで、下に見て、今頭脳世界っていうのをやるんだけど、ほら、探偵とかさ、対戦とかさ、いろいろあるんだけど、頭の体操とか、事前解放っていうのは、あれか CM を見たら解放できるみたいな感じなのかな。多分ね、これが終わったらさ、解放できるのかもしれないよね、ステージってやって。もうそれもちょっといろいろ楽しみだけど、世界で一番高い山は、エベレスト。これただの、クイズか常識問題か、このお母さんは誰、髪型これじゃない、黄色だから髪がね、あこれで見て探偵っていうのが解放されたみたいな感じか、ほら下のやつレベル1からいろいろある、だからこうやってどん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 解放されていくんだよ、いろいろいろんなものが、探偵やってみるか、じゃあ妊婦パーティーなんかすごいパーティーだな。三人の美しい妊婦は海辺でニコニコ楽しんでいる赤ちゃんのためにもね。偽物の妊婦は誰だ？手がかりを提出する。なんか入ってるってことか、服が。事件の調査を続ける。拡大拡張するとはっきり見えます。わかった。服が入ってるよね。手がかりを提出する。なんでダメなの？手がかりのヒント。みんなのお腹を観察しよう。え、みんなのを見るの？じゃあ、このお腹を見てみる。手がかり。
ダメじゃないか。みんなのお腹ってそういうことなのかな。ハートの補充はあと55秒でできる。もう時間でできるんだけどね。これさっきこっちをやったんだよね。だからこっちの方を停止するっていうのが良かったかもしれないね。これ時間になったらハートが3つまで回復するのか。じゃあまたできるな。2分で全部できるのか。うん、証拠をもう一度探す。みんなだとこっちの方でやってみるか。この妊婦は水着の下に布をたくさん積み込んでいる。その目的は何だろう。星1に悪いお母さんは誰だ。その理由はこれです。こうやって順番にやればよかったんだな。右のやつでやっちゃった。違うの。2人目か。じゃあこの人、これビーチボールじゃない。これのどうなんだろうね。2人いるってことじゃないの多分。ダメだったか。虫眼鏡みたいなのをタップしたら、あ、お酒を飲んでるからダメみたいな感じか。それで答えを教えてくれたな。じゃあ手がかりを提出しよう。妊婦しているのに酒を飲むとは全く無責任だ。事件の調査を続ける。これ全員悪いお母さんってことなの。一番の金持ちは誰だ。あ、一番の金持ち、そういうことか。これじゃないの、このダイヤのやつ。違うかな。いや違った。難しいなこのゲーム。お金持ちの理由、多分左のこの人なんだろうな。サングラスとか、いや見た目だよな。いやこれかな。この豪華クルーズの人みたいな感じ。ちょっと楽しみだなこれ。ちょっとこれクリアしたいわ。でもよし、ハート回復した。これだろ。当たった。ヨットに乗っているのは大富豪だ。彼は海でバカンスを楽しんでいる。ちょっと引っ掛けみたいな感じだったな。お、事件解決。お見事。誰も逮捕されないけどな。なんか悪いことしたわけでもないしな。いや、これ楽しいね。二人の女性。こんな感じにね、探偵物語はね、続くみたいな感じですね。ちょっとホームにもう一回戻って。ね、こうやって、だからあと対戦っていうのも面白そうやね。最強の王者を目指すとか、頭の体操とか。これもだから普通のやつをやってたら、解放されていくんだろうな。頭脳世界。下に書いてあった。25クリアで解放とか。対戦は、何も書いちゃないな。頭の体操、事前解放しとこう。ちょっと対戦と頭の体操、事前にね、ちょっとやってみました。いきなりマッチング、対戦始まっちゃったんだけど。ちょっと待って、初めましてなんだけど大丈夫？進歩ゲージでお互いの点数が表示される。上の画像と連想するものを見つけて、丸。ユニークなものを見つけて、次のうち飛べるものは。いや楽しいんじゃないこれ。人と人で対戦するみたいなゲーム。これ多分チュートリアルだよな。あの光はこんな感じになるってことか。なんか勝っちゃったんだけど、これ絶対チュートリアルだ。関係ないこの人は。でマッチング対戦でできるみたいな感じか。ちょっとやってみるか。これ次からは多分あれと思う。コンピューターじゃないと思うよ。ほら、始まった。ゲームが。スタート。次の。いやー、間違えちゃった。35で70だ。上の画像と関連するものを見つけて、食べ物。ユニークなものを見つけて。いや、相手いるのこれ。対戦。これだろ？トランプを覚えて。あ、ヒントとかも使えるんだ、一応。B か。行方不明のパズルを。これだろ？2枚の画像で違うものを見つけて、これはわかんないな。ちょっと置いてみるか。とりあえずこれは見つかった。光はこれですね。行方不明のパズルは、これか。画像をよく観察して、観察しました。アリの大きさは一緒だった。同じじゃないの。2枚の違う箇所を見つけて。これはね、これか、髪の色が違う。赤い文字を見つけて、これだ、黒って書いてあるけど赤だ。行方不明のパズルを見つけて、ゲーム終了。あ、これどんどんやっていってから、対戦でどんな感じになってるのかってことか。得点とか。あ、オッケー。もういいです、これ。ランクアップしたけど。もう面白かったな、対戦。もうこれが対戦って感じか。シーズンとかあるみたい。訓練目標は、フロップメモリとか、ブロック遊びとか、じゃんけんとかあるね。で、二日目タップしたら、ちょっとね、CM 見ちゃったんだけどね、解放できました。これで遊ぶみたいな感じか、じゃんけんは。スタートってやって、やるみたいなのか。
ちょっとやってみるか、スタート。あ、右上見て。20分の20で払ってやったみたいな感じ。相手のやつをやって変えていくみたいな感じ。だからグーでしょ、私。で、チョキ、パー、チョキ。はは、なんか反射神経みたいな感じだ。グー。これで減らしていく感じか、相手のライフを。早くできそうな感じがする。あ、間違えちゃった。あまり早くやっても意味ないのかもしれない。ゆっくり、このコンボとかあるよ。次。5コンボとか6コンボとか7とか。いいね。はい。ペース早める？喋りながら無理よ、私。絶対。喋らなかったらできるけど、喋ったらもう頭がヒートパックしちゃう。でも喋らないと実況じゃないし。無駄に長いんだよ、このゲーム。マジで。あと14回も勝たないといけないの。これちょっと失敗したかな。カットすればいいんだけどね、普通に。いやー、グーやろ。パー。でも42コンボとかになってる。すごいね。あ、間違えちゃった。あ、間違えてなかった。あ、出た。焦っちゃったな。喋りながらやった。オッケー、ラストや。はい、タイムアウト。なんか得点とか、初級とかもらえた。で、終わったみたいな感じか。フロップメモリーは？あー、こんな感じでカードを覚えようみたいな感じ。ブロックは？あー、そう言って、1、2、3とか順番みたいな感じで。できるみたいな感じですね。よし、じゃあ今回いろいろ遊んだからね、今回の実況終わろうかな。この頭脳世界っていうのも気になるけど、気になる人はちょっとダウンロードインストールして、ちょっと25までクリアしたら遊べるんですよね、これ。だからちょっとやってみてください。で、激ムズ特集とかもなんかいろいろあるみたいだし、マッチ移動のやつとかで、この精神力のやつとかね、チャレンジとか、ホリデースペシャルとか、これもなんか母の日おめでとうとか、なんかいろいろ解放されておりました。実況者はチャメでした。ご視聴ありがとうございました。いや、面白かったよ、このゲーム、マジで。ブレインファインドです。